1890年代のライムストリートリバプールは、イギリス・イングランド北西部マージーサイド州の中心都市である。2019年の人口は約50万人。かつては、イギリスの主要な港湾都市であったが、現在では観光都市として知られる。世界的ロックバンドであるザ・ビートルズの出身地。アイリッシュ海に面し、マージー側の河口に位置する。 18世紀より貿易港として発展した。近隣の都市としては、約2 5トル南に位置するチェスター、約5 0キロ東に位置するマンチェスターなどが挙げられる。マンチェスターは、地域面積及び、地域人口がほぼ同じ。最初に記録に現れるのは1195年、ローアーポール、または、ダーティープール、としてである。それから12年後、1207年に、 ジョン王が都市建設を直挙し、まだ村であるリバプールに自由都市の特権を与えた。とはいえ、しばらくは小さな港で、16世紀中頃の人口は600人程度であった。しかし17世紀末に、近郊のチェスター港が泥の堆積によって衰退、チェスターに代わってイングランド北西部商業都市の代表格にのし上がり、郊外では製造業が成長。 アメリカ及び西インド諸島との貿易が増大するに、従い町は繁栄した。1715年、イギリス初の軽戦ドックが建設される。植民地との貿易が盛んになった18世紀当時のイギリスは、ヨーロッパからアフリカへ、日用品や火器を、新大陸からヨーロッパへ砂糖などを持ち込む、大西洋三角貿易において、ほぼ独占的な地位を築いており、リバプールは、 この北アメリカ、西アフリカを結ぶ三角貿易の拠点として中心的な役割を果たしたのである。ただし、これは主に奴隷貿易で急速に発展したという負の歴史があることも意味する。三角貿易などを通じて資本蓄積を成し遂げたイギリスは世界に先駆けて産業革命を進展させた。こうした中、リーズリバブル運河の本線は八百十六年に 完成した、および1830年には、リバプールと内陸のマンチェスターを結ぶ鉄道が、開通し、1860年代には、鉄道交通の要所となる。メンオリ織物工業が発展していたマンチェスターから、運ばれた商品は、この町の港から世界に輸出され、19世紀末には、ロンドンに次ぐ、帝国、第二の都市とまで呼ばれるようになった。また、死のあずを模した。 陶器生産の拠点でもあった。この間、多くの移民が主にアイルランドから労働者として流入し、人口が急増。19世紀にはアメリカとの貿易及び客船業務でイギリス第一の港に成長した。最盛期は80万人近い人口を抱え、イギリス有数の工業都市、公益都市として栄えたリバプールだったが、第二次世界大戦時に、 ドイツ軍の激しい爆撃にさらされ、1940年代後半、綿貿易と繊維産業は急速に衰退した。さらに、1950年代以降イギリス全体が長期の不況に陥るのと並行して急速に社陽化し、次第に地位が低下していった。1960年代から1970年代には、 大規模なスラム浄化と再建計画が始まり、現在は港湾部の歴史的な施設、ビートルズゆかりの建物、街角に配したアートオブジェなどを活用した観光に力を入れており、今では観光が街の経済を支える規模になっている。ビクトリア時代にイングランドを代表する国際貿易港として黄金時代を築いたリバプールは歴史的な建造物の方向で、 イギリス指定建造物一級に指定される文化財も多い。現在これらは観光資源として重要な役割を果たしている。港では穀物、食料、木材、非鉄金属、繊維などを輸入し、アイルランド行きの客船も出ている。製造業は医薬品、電気器具、生成等類、粉製品、ゴム製品などの製造が盛ん。郊外では、 自動車の生産や制油も行われる。マージーレール路線ズフェリーのリバーマージーフェリー中心駅、としてライムストリート駅がある。ロンドン行きの長距離列車はほぼ1時間に1本で、ユーストン駅に2時間半で到着する。この他マンチェスターやバーミンガムなど、各地へ向かう列車がある。近郊線はマージーレールが運行しており、チスターや空港行きなどがある。 高速バスはロンドンまで4時間。他地域へのバスもある。ダブリン、ベルファスト、マンシマ行きの便がある。ジョン・レノンの名前を冠したリバプール・ジョン・レノン空港が市内にあるが、比較的近郊にあるマンチェスター空港の方が路線が多く便利である。リバプールには、リバプール大学、リバプール・ホープ大学、リバプール・ジョン・ムーア大学などの教育機関があり、多くの学生が学んでいる。 また、市外の世界遺産を活かして、芸術制作にも力を入れており、アルバート・ドックの一部を利用している帝都リバプールと、マージーサイド海事博物館、リバプールワールドミュージアム、ブルーコート・チェンバーズなど、多くの博物館、美術館がある。このうち、マージーサイド海事博物館は、ヨーロッパ産業遺産の道のアンカーポイントの一つにも、なっている。 2008年の欧州文化首都の一つに選ばれた。多くのミュージシャンを輩出し、リバプールサウンドの言葉も生まれた。食物としては、スカウスが有名であり、リバプールの人や言葉のことも、スカウスと呼ぶ。リバプールの三美信と称される、ロイヤルリバービルディング、キューナードビルディング及びポートオブリバプールビルディング。いずれもピアヘッドに位置する。保険会社のビルである、 ロイヤル・リバー・ビルディングの屋上には街のシンボルで同社のシンボルでもあるライバーバードの像が見える。リバプール大聖堂、ビートルズの出身地として世界的に知られ、現在も世界中のビートルズファンが訪れ、ビートルズゆかりの場所や建物を訪ねる。この街を本拠地とするサッカークラブにリバプール FC とエバートン FC があり、伝統的にライバル関係にある。 両者の対戦は、マージーサイドダービーと呼ばれる。著名な選手としては、リバプールは、アラン・フンセン、ケビン・キーガン、スティーブン・ジェラード、ジェイミー・キャラガー、マイケル・オーウェンラ、エバートンは、ゲイリー・リネカー、ウェイン・ルーニーらを輩出している。両チームのチームカラーはそれぞれ、赤と青。リバプールの住民は、一人一人、リバプールファンか、エバートンファンであることを楽しんでおり、地元では、 are you red or blue? と尋ねるだけで互いに意味が通じ、I am red とか ,I am blue と老若男女、誰もが即座に答え、サッカー談義に花が咲くような状態であり、両チームは住民全体の地元チーム愛に支えられている。しかも、リバプール市民は異なるチームを応援している人も含めて応援し、仲が良い。市のシンボルは、ライバーバードという鳥。 港湾部に本社がある保険会社のシンボルにもなっている。地元市民の間ではライバーバードが飛び立つとリバプールは滅びるという伝説も語られている。政府観光その他、ありがとうございます。